でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街が賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり出る。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃。昔話を語り出すと気になって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後笑い帰るから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街が賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり出る。俺はまだまだチキンライス。今なら何だって注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものなんでも頼めるさ。酸っぱい湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街が賑やか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス押さえとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持って